皆さん、こんにちは。ナビゲーターのはるかです。さて、今回のテーマは、健康雑学シリーズの第6話、骨を丈夫にする食べ物とは?というお話です。日本人の平均寿命は、男女とも80歳を超えて、ほぼ世界最高水準となって久しいですが、一番怖いのは、骨粗鬆症などで歩けなくなって寝たきりになることですよね。若くても50億円もの年俸を受け取りながら、数年間ほとんど試合に出ないくせに、たまに出たと思ったら思いっきり自分のすねの骨に打球を当ててずる休みしてチームに迷惑をかけ続けているエンゼルスの連なんとか選手みたいになるのも絶対に嫌ですよね。そこで今回は、年を取ってから骨を打って家族に迷惑をかけないためにも、若くても給料泥棒となって大谷選手をはじめとするチーム全体に迷惑をかけないためにも、骨を丈夫にする方法についてお伝えしていこうと思います。まずはいつものように文献図書館の資料から調査結果を伝えてもらうことにしましょう。モノシリーヌさん。はい、モノシリーヌです。それでは早速、骨を丈夫にする食べ物とはを説明していきたいと思います。年齢が上がって骨粗鬆症になると、咳やくしゃみといったちょっとした刺激で骨が折れるといったことが起こりやすくなります。例えばこんな会話もありますね。お袋がさ、くしゃみしてあばら折っちまったんだよ。俺は仕事があるけど、妻がいろいろとお袋の介護に時間を割かれるようになって困ってんだ。そんな会話も飲み屋などで耳にすることがありますよね。でもこんなことはどこの家庭でも起こりうることでしょう。近年はますます骨がスカスカになってもろくなる骨粗鬆症が問題になっています。この骨粗鬆症は特に閉経後の女性に多いと言われています。その理由は、カルシウムを骨に定着させる働きがある女性ホルモンが減少するからです。骨粗鬆症になると背筋が曲がり、身長が縮み、骨折もしやすくなるのです。そんな事態を避けるために、牛乳などのカルシウムを多く含む食品を摂ることを心がけている方も少なくないかと思います。でも乳製品のようなカルシウムを多く含む食品だけを摂っても骨粗鬆症を防ぐことはできないのです。実はカルシウムとともにビタミン K を摂ることが大切なのです。ビタミン K は緑黄色野菜、海藻、発酵食品などに含まれていて、特に納豆に含まれるナキノンセブンと呼ばれるビタミン K は最も栄養価が高いと言われています。ちなみに1パック 5g の納豆に含まれるビタミン K の量は約400マイクログラムです。これは同量の小松菜やほうれん草に比べて2倍以上の量です。納豆を定期的に食べている人が骨折しにくいというのは、臨床データを調べてみても明らかとなっています。納豆を食べる割合が低い関西以南よりも、納豆の名産地茨城などの納豆をよく食べる関東地方の方が骨折患者が少ないというデータもあります。同じ骨粗鬆症患者でも、欧米人女性よりビタミン K 濃度が高い日本人女性の方が骨折しにくいという研究データもあります。大豆はカルシウムも豊富ですから、納豆は骨を丈夫にする最良の食材と言えるでしょう。私からは骨を丈夫にする食べ物としてビタミン K を多く含む納豆をおすすめしたいと思います。モノシリーヌさん、ありがとうございました。骨を丈夫にするには、材料となるカルシウムの他に、カルシウムの吸収を助けるビタミン K の摂取が必要なんですね。ビタミン K の他に、骨を丈夫にするにはどんな食べ物を摂ればいいのでしょうか。今度は AI のキャット GTP で調べた結果を伝えてもらうことにしましょう。ピーターさん。はい、キャット GTP1 号のピーターです。モノシリーヌさんの話から、材料となるカルシウムとビタミン K の両方を含む食材として大豆、特に納豆が勧められていましたが、私の AI のキャット GTP で調べた骨を丈夫にする食材についてもお伝えすることにしましょう。骨を丈夫にするためには、カルシウムやビタミン D を豊富に含む食品を摂取することが重要です。いかに
骨の健康に良い食べ物の例を挙げてみましょう。1、乳製品。牛乳やヨーグルト、チーズなどは豊富なカルシウム源です。カルシウムは骨の構造に欠かせない成分です。2、豆類。大豆や豆腐、ひよこ豆などの豆類にもカルシウムが含まれています。またビタミン K やマグネシウムも骨の健康に寄与します。3、魚。サーモンやサバなどの青魚にはビタミン D とオメガ3脂肪酸が含まれており、骨の健康をサポートします。4、緑黄色野菜。ブロッコリーやほうれん草などの緑黄色野菜にはカルシウムやビタミン K が含まれています。5、均衡の取れた食事。骨の健康を考える際にはただカルシウムやビタミン D だけでなく、バランスの取れた食事が大切です。たくさんの種類の食品をバランスよく取ることが重要です。また適度な運動や日光浴もビタミン D の生成に役立ち、骨の健康を促進します。骨の健康を維持するためには食事や生活習慣全体を見直すことが大切です。私の AI を使った調査結果は以上となります。ピーターさん、ありがとうございました。モノシリーヌさんの文献ではカルシウムとビタミン K が大切、そしてピーターさんの話からはカルシウムとビタミン D とバランスの取れた食事が大切、そんな結果が出てきましたが、普段からバランスのいい食事や日光浴、運動を心がけることが大切なのかもしれませんね。そういえば宇宙飛行士は重力がないためにしばらく宇宙に滞在すると骨から急激にカルシウムが出ていくため、地上に降り立つためにはリハビリに近いものが必要だっていう話もありますね。またちょっとジャンプしてから地面に降りたり、軽いジョギングなどで骨頭に刺激を与えるなど骨に刺激を与えることも大切だと聞きました。日頃から軽くてもいいので運動をして骨を刺激することも大切ですね。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも皆様方のお役に立てたならとても嬉しいです。今後も楽しい動画をご覧いただきたいと思いますので、気に入ってくださったらチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。